日中の下り電車はすべて2番線からの発車、グリーン車はついておりません。いまだに間違えてグリーン券を買ってしまう方もいらっしゃるそうです。現在の時刻14時2分今度の電車は14時16分の勝田行き5両編成2番線というふうに記載がしっかりされております。2番線から5両編成日中の下り電車乗車していきたいと思います。では本日もよろしくお願いします。今下り電車出発していきました。下り電車というか土浦止まりの電車ですね。つまりこの時間帯は1番線で下り電車待ってても特急電車しか来ないと、そういう状態です。で、特急電車が間もなく、特急が通過だと思うんですよね。てっきり下り電車は3番線に到着してそのまま品川行きになるのかと思いきや、1番線に到着して一旦車庫に引き上げるみたいです。そして14時12分の品川行きは車庫から入ってきた列車です。今度の下り電車は5両編成2番線5両乗車口で皆さんが待っています。結構お客さんいらっしゃるんじゃないでしょうか。まあ、5両で足りるかどうかって言ったら足りると思うんですけれども、結構満員になる感じかなと。特急通過って言ったんですけど、貨物列車っぽいですね。貨物列車が通過するみたいです。この貨物列車通過の後14時9分ごろ折り返しの勝田行きの電車が到着する予定です。この電車は神立駅を出ました、そういう表示が出ています。まもなく到着します。ちゃんとグリーン車はついておりませんって、そういう放送が流れます。ホームの中ほどに止まるので、端で待ってる方は多分間違えてるんだと思いますね。10両編成ではないんで。
ません。ドアが閉まります。ご注意ください。ご案内いたします。普通列車発車駅は2番線からの発車となっています。神崎高浜停車の普通電車勝田駅ご利用のお客様2番線にお回りください。15時14分、普通列車いわき行き4番線から15時18分、ひたちなか海浜鉄道港線梶川駅1番線から15時15分です。乗馬線ご利用くださいましてありがとうございました。終点勝田でございます。乗馬線到着いたします。お出口は右側です。はい、ということで終点の勝田に到着しました。久々の勝田駅、懐かしい感じがします。ということでこの動画はこの辺で終了となります。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価、コメント、ツイッターフォローよろしくお願いします。てか今気づいたんですけど、福島県に行くいわき行きが10両編成で、茨城県内を走るこの電車5両編成、すごいですね。そういう列車もあるみたいです。ありがとうございました。 Thank you for traveling with us and we look forward to serving you again. 扉が閉まります。駆け込み乗車はおやすみ。